流出したのは札幌中央区のすすきの地区で客や従業員に感染者が出た27の飲食店のリストですリストは先月27日付で札幌市保健所が作成した内部資料で店名と住所のほか業態や注意が必要な期間などが記載されていますさらに27店舗の感染リスクのレベルをハートマークで表現していて客と従業員が陽性となった5店舗に3つ 従業員ににがが出た9店舗に2つなどが表示されています。札幌市ではこれまで感染者が確認された飲食店の店名を公表していませんでした札幌市は流出の事実を認め流出した経緯を調べています